こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間伸之です。乃木坂46の久保しおりさんお疲れ様でした。2024年4月3日水曜日、この時間私佐久間伸之が日本放送からお送りしてまいります、えー。新年度がスタートしたということで、先週は番組でガチ一人暮らしのアドバイスなどもたくさん紹介しました、えー。冷蔵庫はでかい方がいい。もうでかければでかい方がいい。特に冷凍庫はでかい方がいい。えー、ティファールはマスト。 えー、ナンプラーは使わない。リュウジのレシピにはオイスターソースが出てくる。<laughs> えー、ホテルの小さいやつ使ってるやつなんかもういない。<laughs> って話をしましたからね。リスナーにいて、で、彼は結局冷凍庫別で買ったとかって言ってたもんね。うん。って言ってたんでね。あのー、そう、俺それでね、放送終わってからいろんな人に言われたんだけど、 ティファールってよく考えたら商品名なんだよね。ティファールの他のね、あのフライパンとかあるもんね。でもさ、ティファールって言うよね、絶対に。もう多分ウォークマン的なやつになってるってことでしょそういうものになってるってことでしょ完全に。だから、あのー、あとティファールを買うし。<laughs> ケトルの中でもティファールを買うね。なんか、やはり。うん、<laughs> 電気ケトルって言うんだよね。実際はね。 ああそうなんだよな。ウォッシュレットもいろいろある、うん。シャワータイレって本当は言うんだけど、ウォッシュレットもたくさんあるんだよね。でもなんか、あの、だから本当に俺たち、あのー、俺 NHK に出た時とかにはすげえ、すげえ注意されるからああ、ティファールもやらかす気がすんなああ。あの、ティファールって言うとフライパンのイメージの人もいるよね。うん、で、一人暮らしを始めてたんで皆さんどうでしょうかあの、届りなく新生活遅れてますかあの、<laughs> あの皆さんね、あの、さらに、あの、経験からいうアドバイスなんですけど、近所とか散歩するじゃないですか。新しい街に引っ越したりして。で、その時見つけた気になるおしゃれなお店あるじゃないですか。あーなんか今度行ってみようみたいな思いますよね。行かないで引っ越します。基本行くお店はルーティーンになります。<laughs> 結局、近所のお店でご飯を食べるのって、週末ぐらいになってくるんですよ。週末ぐらいになって、その土日のワンチャン どっちかに予定入れたりすると日曜のワンチャンだけになったりするわけ。そうすると、馴染みのあの店のラーメンでいいやとか、あの、俺ずっと学生時代結局なんか同じ中華屋の油林チー定食食ってたもんな、毎週。<laughs> もしくはちょっと遠いところに行くっていう風になるんだよ。地元じゃないところにね。うん。ってなるから、行かないですよ。近ければ近いほど行かないですからね。<laughs> 俺大学時代その街の仲介がそれか福神のラーメンばっかってたの。冒険しないよね。2ヶ月ぐらいしかしないよね。しなくなるんですよ、これ。あのー、俺たちっていうかテレビ東京の社員って2016年に神谷町からテレ、六本木に引っ越したのね。神谷町ってもう本当にあの、お店がなかったわけ。あのー、徹夜した時にはもうほんとロイホとかしかない状態だったんだけど、六本木に引っ越した時テレビ東京社員、 もうランチが食べ放題じゃないですか、とかって。もうあの店のイタリアン。あそこも、六本木駅までも10分なんだから、六本木駅近辺の。誰も行かない。<laughs> <laughs> 近所のスーパーの福島屋で食べるか、それかもう、あの、会社の中に入ってるコンビニのセブンイレブンの弁当ばっかく食って。<laughs> LF も、LF なんてほら、もうランチ食べ放題ね有遊楽町なんだから。どうなの、斎藤ランチは。え どこも高い。<laughs> 高いよな。六本木も同じ状態だった、結局。六本木で一番近くにあるパン屋が、パン屋さんが、その、パンのなんかランチのセットみたいなのが、パンだけで1000円するんだよ。それでなんかその、パン、あの2つとなんか何か加えただけで。それで行かなくなったな。ディレクター大体あれだもんね。マックの袋持ってるもんね。<laughs> <laughs> マックというしなね。 日比谷ミッドタウン近辺のな <laughs>。いやー、そうなんですよ。結局そうなりますからね。あのー、あと、新しいスタッフが入ってくる時期。で、今年度は生きのいい若手入ってきてますかあのーね、俺のラジオも、あのー、佐久間信之のべき俺のやりと日本もやってくれた AD の佐々木くんがディレクターになるんでしょ ?JO1 のディレクターになるって聞いたね。で、新しい AD さんが引き継ぎで入ってきたのね。うん、っていうのがあって。 で、そんなに取り上げるほどじゃないんですよ、まだ。なんですけど、ちょっとだけ気になった若手というか、新しいスタッフが、ちょ、僕と福田がやってる、俺の YouTube、佐久間伸之のノブロック TV に入ってきたんですよ。まだリモート会議しかやってないんですけど、あの、この間、もうおとといぐらいかな、YouTube のスタッフで会議、リモート会議やってたら、一人紹介したい人がいるんですよ、つって。まあ、そんな、別に若いわけじゃない。30前後のね、新しいスタッフが入ってきたんだけど、 その、俺と福田が後で答え合わせしたらやっぱそうだよねってなったんだ。別に変なとこは何にもない。ないんだけど、その、見たことのないでかい丸メガネをしていて、あのー、眉毛と、え、口ひげっていうかあ、あ、口ひげまで入る大きさの丸メガネをしてた。<laughs> いや、これ信じないでしょこれ本当なのよえちょ、本当に。ちょ、あの、だからあの、魔女の宅急便のトンボのメガネあるじゃん。 あれを1.5倍にしたメガネだと思ってほしいの。<laughs> そのサイズのメガネをしてる人がいたの。本当に。<laughs> ああ、ちょっとミクちゃに出て、あ、ミクちゃんにこの1台に出た。ミニオン <laughs> ミニオンのメガネ。うん。のメガネなのよ。押してて、顎、その、口ひげが、メガネのフレームの中入ってたんだよ。で、そんなの見たことなかったから、あの、ただ、あの、初めて会った人だからいじっていいかもわからず、 な、そん中のスタッフ、だからそこに来るスタッフって何なんだろうなと思ってのその、ギャンブルに精通したものですがっていう、その、<laughs> 900万溶かした人で、ね、<laughs> ちょっと水原一平さんのニュース以来、あんまりその、いじれなくなっちゃったんだけど、俺たちも。<laughs> その人と、あとはその、デカ丸メガネ、あのー、30代の人がいて、ただその、元テレビ界で働いてたらしくって、 ああ、佐久間さん、あの、よろしくお願いします。僕、昔、熱湯甲子園作ってました。熱 <laughs> 湯甲子園作ってたスタッフらしいんだけど、うん。な、今後ね、そういう熱い企画をやっていくかもっていうことでね。あの、ありますよ。熱湯甲子園のスタッフに任した。バキドーと J カップグラドルの熱湯甲子園って、ね、<laughs> 結局、ゆるいエロに落とし込む。<laughs> 僕がやってきたのはこんなんじゃないんですって言われるかもしれないけど。<laughs> あとですね、あの、先週は一人暮らしのアドバイスもしたじゃないですか。 あのー、新社会人へのアドバイスもね。まあ一応サラリーマン経験あるのでオールナイトインパーソリティって僕だけでしょうから。言いますよ。こういう女司に気をつけろっていうのは、あのー、入ってきてすぐぐらいに、あの、試してくるタイプのやつ。あの、ちょっと、かまかけてくるタイプのディレクタ,ディレクターにあったり、するとも先輩とかにあったりすると思うんですよ。その、アルコールわかるよとかって、ちょっと引っ掛けたこと。ちょい試してくるみたいなやつ。とは絶対に仲良くならない方がいい。<laughs> はい。 あとね、最初からちょっと凄んでくるタイプの先輩は小物です。<laughs> そいつは無視していいです。<laughs> そいつにハマったとていいことないんで、最初に凄んでくるやつは大体小物なんで、えー、部活と一緒です。<laughs> 本当にできるやつは、本当にできるやつは優しいです、最初から。それか冷たいです、どっちか。うん 本当にできる人はどっちかなんでいや、めちゃくちゃちゃんと優しいか、あのー、一人前になるまでそんな接しても、しょうがないだろうと思って冷たい。冷たいっていか、距離を取るか、どっちか。そっけないよね。結構できる人に共通するのってさ、俺の経験だけど、あんまり人に期待しないんだよね。そういう、その人が最低のパフォーマンスを叩き出しても大丈夫なようにしてるから、あんま怒んないし、はじめからちょっとそっけ、ちょっと冷たいな、ぐらいの人の方が、信用できるしできるっていう。 めちゃくちゃ熱い感じのやつと、めちゃくちゃ凄んでくるタイプの人、小物です。<laughs> <laughs> なんですよ。うん。あと、あのー、その場にいないやつの陰口を即攻始めるやつ、タイプの先輩は、あなたの悪口を言ってます。<laughs> <laughs> <laughs> そんなやつには隙を見せちゃいけないです。悪口に同調したら終わりです。<laughs> っていうですね。 あと、あのー、熱い新人。本当に、同期で、中で、めちゃくちゃ熱い新人。ダントツ熱い新人がいたとするじゃん、同期そいつが一番すぐやめます。<laughs> <laughs> そうなんですよ。これは僕はもう本当に経験。ゴッドタンで働くのが夢でした。一番は、俺と会って握手した瞬間に泣いた女の子。あの、女性 AD。佐久間さんと働きたかったんです。あ,あ嬉しい、夢が叶いましたっ、つって。 その週に辞めていきました <laughs>。夢叶ったの。夢叶った。おかしいと思ったんだよね、俺握手して泣いた後、写真撮っていいですかって言われたんだよ。で、俺は、写真は別にこの後ずっと働くから良くないって言ったんだけど、写真撮ったんだよ。写真撮って、その週に辞めていったから、別に、その後のビジュアル何もなかった。<laughs> あの、だから一週間だから、むしろまだ辛い仕事もしてないんだよ。 辛い仕事もしてなかったんだけどやめたから。あの、そうなるんでね。あの、思い出づくりだったんじゃないかっていう。あと、僕ツイあの、え、ポストしたんですけど、X に。僕の方では、今週なんかこう、ちょっとついてないことがたくさん大きい。あの、土日が地方ロケだったんですよ。土日が地方ロケで、まあ、俺、事務所とか、自分の部屋で iMac の27インチのやつを、えっ、ー、と、リモート動画、あの、編集が、リモ、会社のさ、 テレ東やめたから、機材使えなくなるじゃん。だから、いいパソコン買ったわけね。編集しやすいように。で、それトークサバイバーとかずっと編集してきた、あマックの27インチのやつと、あとはノートパソコン持ってて、で、そのあやまく27インチのやつが、地方ロッキー行って、行くから電源落としといたの。で、戻ってきたら、その、全く電源がつかないっていう、事態。全くつかない。あの、全くつかないことになって、何が最悪かっていうと、あの、モバイルバンキングとか、 いわゆる俺事務所も一人でやってるからさ。で、モバイルバンキングってなると制作費とか動かさなきゃいけないから、まあまあ大きいがお金が動いたりするじゃん。通り過ぎてくるだけだけど。だから、あの、パスワードとかでできるようにしてなくて、そのパソコンでしかできない、電子認証って言うんだけど、にするわけ。だから自宅でしか触れない。だ、で、そのパソコンからしか権限も与えられないっていう、だその佐久間信行事務所のキャッシュフローを全て抱えてるパソコンが、 電源が動かないっていう、電源が効かないっていう事態になって、電源が一回さえついたら、その権限を他のパソコンに移常できるわけ。それでモバイルバンキングとかできる。しかも、皆さん、月頭じゃないですか。俺はね、あの、スタイリストさんにギャラとか払わなきゃいけないんですよ <laughs>。それでもうパソコン全く動かないから。だから、もう、ま、とりあえずその、ノート、 ブックは新しいやつ買ってたから、ちょうどね、最近、それはな,など,ういうどういうことかっていうと、その、あの、ちょっと、まあ、4年前ぐらいから使っている MacBook Air が、あの、この3ヶ月ぐらいかな、あの、どのパソコンよりも暴走族ぐらいの音を立てる、<laughs> あの、ワン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 って立てるようになってしまって、それで、あの、ね、いう、ラジオのスタッフから、ちょっと買えよ、新しいのって言ったんだけど、俺、まだ3年半しか使ってないんだよって言って、だましだまし使ってったのね。 あと、その、スリープしても、スリープ落ちないっていう状態になって、常に排気量全開ですぐバッテリーがなくなって、大事な時に稼働しないっていうようになってて、買えよって言われてね、さすがに買ったの。うーん、Mac、MacBook Pro。そしたら、その、今度 iMac が落ちたから、もう今日の午前中ですよ。まず、銀行に行って、 その電子認証を廃棄して新しくするみたいな作業を全部して、その後、それ全部相まく持っていったの、ね、27日。<laughs> その近くまで。で、その後アップルストアに行って、電子認証がもう使えなくなった、モバイルアンケートも使えなくなったやつをアップルストアに、あの、修理に持っていったら、ちょっとくまさんこれであれですね。あの、修理にフルだと10万ぐらいかかっちゃうかもしれない。一番さ、修理に10万がかかるって悩まない。 その、新しいの買い換えるかどうか。それをその場で試されてる感じ。もう買うでしょみたいな。その、あ、いや、アップルの店員さんも言ってないよ言ってないけど、お、佐久間さんですよね。その、10万かかるんですよって言い方が、これだったら買っちゃいますよねって感じなのよ。俺ちゃんと修理してくださいって。<laughs> <laughs> で、車がないのにさ、27インチのマック持ってくるの大変だよ、と。途中から、あの、 あちょっとの距離はちゃんとやっぱりね、27インチを運ぶ。俺今日銀座で27インチの iMac 運んでた人いたら俺だからね。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に。もうこれ車があった方がいいと思って、ま、思いましたけど。だからあの、今日、だからその iMac が壊れたから、その福田との会議が、その新しい MacBook Pro でやってたら、なんかどうやら福田が、あれなんか今日の作も綺麗だなと思ったらしいんだよ。<laughs> <laughs> やっぱ、古いパソコンでやってるから、俺は気づいてなかったんだけど、ずっと俺ぼやけてたらしいんだよ <laughs>。この2 1 2年、2年、ずっとぼやけた状態で書いやつね。よく俺の意見さ、通ってたな <laughs>。ぼやけた状態でリモート会いやってたのに <laughs>。なんかそこ今日綺麗だなってなったらしくて <laughs>。気づかなかったからさ、自分がぼやけてるの多分、パソコンが古いというよりは、iMac のそのカメラの部分を装除とかしないじゃん。 だからだと思うんだけど。うんお。ということですね。こんな本当に、あの、ケチ臭い話と <laughs>、からスタートしてるんですけど。でも、まあ、あのー、6年目に今日から突入したんでね。どうぞよろしくお願いします。それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。メール来てます。宮城県ラジオネームひらがなで腰痛い。 山形でお聞きの皆さんはじめまして、佐久間さんはエンディングで、ようそろうと掛け声を発しますが、船に乗っているという設定に忠実なだけなので、驚かないでください。ありがとう。うんああ 初めての人がいるとかと思うと、ヨウソロちょっと一瞬戸惑っちゃうからさ <laughs>。言ってくれてありがとう。俺、最後にヨウソロって言うんですよ。えー、島根県ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。山形の皆さん、このラジオで言っているドリームエンタメとは主に、ゴジラバーサスコング、ウッジョブ、キアヌ・リーブズ絡みの情報全般、パチンコオカルトの4つを指します <laughs>。あんなことねえだろ。俺、毎週エンタメ紹介してるよ。 6年目のラジオ、今から聞いても分かるなと思ってる方は、この4つさえ押さえておけば、今後とも問題なく聞けます。<laughs> くそでも、ゴジラ VS コング、知ってるあの、新作新たなる帝国。あの、オープニングで1.9億ドル稼ぎ、稼ぎ出して、ディューン2超えたんだってよ。<laughs> 今年最高のオープニング成績だったらしいよ、アメリカで。だ結局、その、いや、俺はディューン2の方が面白いと思いますよ、ね。<laughs> 見てないですけど多分格が違うとは思いますけど大衆は <laughs> 大衆はそうなんじゃないですか <laughs> デ u ーン2の方がすごいと思いますけどね <laughs> 怒られんじゃねえかなご自効の人に <laughs> <laughs>、えー、東京都杉並区ラジオネーム失恋したら絨毯笑を洗僕は今住んでるところに引っ越してきて7年たになるのですが引っ越してきた当初散歩した近所に気になるベーグル屋さんを見つけました 未だに行ったことがありますよ。ベーグル屋さんはね、絶妙に行かないです。ベーグルって、本当にその、男からするとね、男からすると、一個じゃちょっと足りなくないね、それ思っちゃうよね。で、日曜の昼とかじゃ行くとしたら、あの、忙しい日の朝だったら全然ベーグルでいいじゃんって思うけど、そんな日は寄れ、寄れないもんね。コンビニに寄るしかないもん。そうなると、日曜のランチに、男の、 ベーグル1個か、サーモンとクリームチーズでしょってなるじゃん。そうなると、結局、じゃあまあ、福祉に行くかとかになっちゃう。<laughs> <laughs> ね、近所にベーグル屋さんあるんでっては、知り合いには言うよね。うん。いいのがあるっていう。うん。言う言う言う。うん、<laughs> えー、ラジオネームピーマンの箱詰め。 褒めてくるときに誰々と違って仕事できるねなど、他の人と比べて褒めてくる上司には気をつけたほうがいいですうわそう、ねうん。あなたも比べられますから誰かとね。だから誰かを褒めるときに誰かを下げるやつは信用しないほうがいいですよ。ほんと えー、ラジオネーム、ガグビー。噂で流れてきた、弊社の生きのいい新入社員速報です。ワクワクそれね。入社式に向かう時の新幹線、晴れの日だし、会社がお金を出してくれると思って、グリーン車に乗ってきて、差額自己負担ですって言われて、めちゃくちゃごねてました。<laughs> <laughs> あー。 そんな新人の晴れの日のためにグリーン車全部用意しないよな <laughs>。吉本の芸人さんでも M1 チャンピオンクラスじゃないでグリーン車乗れないのに <laughs>。晴れの日出しっていうのがすごいな <laughs>。でもあったのかな昔のね。その、俺はもう完全就職氷河期時代なのね。あの、最近氷河期のなんかニュースとか出てるけど。だから、そんなん全然なかったんだけど、もう、 あの、就職活動、地獄だったから。でもその10年前ぐらいまではだって、ね、バブルだったんでしょバブルで、あの、就職活動すごかったんでしょ内定のために、内定を拘束するために旅行とかされて連れてったくらい、くらいの時代の話じゃないの新入社員にグリーン車とかの乗せられたのは。えー、っとですね、あの、ちょっと前の話なんですよ。ちょっと前の話なんですけど、 あの、ラジオでも話してた、今年の目標の一つとして、大学の友達とかと遊びに行きたいとか言ってたじゃないですか。で、麻雀旅行なんか行けたら最高だっていう。で、その話が具体的に動き始めたんですが、一回やっぱ問題があって、その、誰も点数計算ができない。だから役がわからない。で、そもそも俺は10年以上、10年以上麻雀をやってない。で、えー、その友達たちの中でも、本当に詳しかったやつは今東京にいない。 だから、その雑魚しか残ってないよ。ざっくり言うと。<laughs> <laughs> マージャンチームで言うと。だから、その、練習をしようって話本当に旅行に行けるかどうか。一回、予定を合わせて、雀荘に行って、マージャンを、その、単純にやってみて、その、旅行行って楽しいかどうかっていうのをやってみようって話になって、でも、作務忙しいだろって言われて、まあまあ、みんなでスケジュール合わせたら何時間くらいって言ったら、まあ4、四五時間じゃないっていう。四五時間で、 あの、予約取れるもんだからって言って、まあ、なんとか、あの、4、5時間空けたんですよ。仕事を夜と昼に詰めて、午後から、まあ、えー、7時ぐらいまで。日曜に。で、友人がジャンソーを予約してくれたんですけど、え、麻雀ってそんなに人気あるのと思ったんだけど、俺たちの友達みんな別に東京のど真ん中に住んでるわけじゃないから、東京駅が一番集まりやすいのね。うん。だから東京駅近くのジャンソーを調べたら、日曜に個室が一個もなかった。 うん、で、えー、だから普通にこう、いろんな宅が並んでる平場っていうのはわかんないけど、そこだったらなんとか1個あったよっていうふうに言ってて、え、そんなにみんなマージャやってんのってなって、で、そこに押さえて、それが、まあ、週末や,やりましょうって言った時に、俺ちょっと、その、2日前ぐらいからちょっと不安になっちゃって、点数計算もほぼできない。なんだったら役もね、あの、ふわっとしてるのが、だって雀荘ンンに日曜にいる人たちって、その、 もうほんと、ジャンキークラスに好きな人でしょみんな。じゃないとさ、やらないでしょ <laughs> その人たちの近くで一人、おっさん4人で、ちょっとこれ役なんだっけとかって言ってんの恥ずかしくないっていうその、ちょっと。だから、点数計算って俺はもう全然わかんない。あの、だから、役がいくつで、まあ、三半でいくらとかって決まってて、その何点とかって決まってて、それに符がつくんだよね。あの、細かいね。符っていうのがつくのよ。点数計算。あ、誰もわかんないのか。 ああ、だから、そうそうそう。あのー、うん。普通に、一、なんか、あのー、つもで、つもとか、ドラが乗るとかがい、一役、い、e、い班乗乗ってくんだよね。で、それで、まあ、な何班だったら、3900点ですとか、そういうなんか点数が決まってる。るそれはなんとかわかんないけど、でもそれを、あの、細かくはわかんないからで、で、みんなで確かめながらやろうって話になって、で、そんなのもできない奴らがね、 あのー、みんなが見てる場所にやばくないと思ってて、その、やっぱ恥ずかしくなって、俺自分でその、あの、ネット検索したら、東京駅近辺じゃなかったんだけど、オフィス街の新橋とかあっちの方には、おなりもんとかあっちの方には、あの、ガラガラだからね一応個室のジャンスを見つけたんですよ。あのー、で、 こ,こ、あの、離れになってて、他の人と全く触れ合わないっていうとこを見つけたから、その、グループラインに、ちょ申し訳ないんだけど、その、やっぱ、あのー、初めてだし、個室にしようと。で、個室料は4000円くらいかかっちゃうんだけど、それは1000円ずつ負担すればいいじゃんって言ったら、その友達から、そっか、お前もな、顔バレするようになったもんなって、んか帰ってきて、いや、違うんだよ。そんなので、<laughs> その、どうせおっさんしかいないし、そんなのじゃないんだよ。多分、 その恥ずかしいことになるから、やめようよっていう話になって、で、まあまあ、うん。で、気が利かなくてごめんなってみんな言ってさ、お前もそっちに、そっちだなっていう。<laughs> で言われて、もう結局、まあ俺たち点数検査もできないんだぞってって、うん、当日ね、まあ、あのー、日曜に、まあ、俺も仕事終えてから合流したの。で、ね、佐久間、高橋、浅川、安部っていう友達4人でね。で、ちょっとみんな恥ずかしそうで。 ねえ、個室だから、個室離れだから、店員さんが別の会員っていないから、えっ、ー、と、食べ物とか注文できない。だから飲み物とか食べ物は持ち込んでくださいっていうところだったから、おっさん4人でさ、あの、まず、駅前で集合して、で、近くのコンビニに行ってお菓子の買い出し。<laughs> どうする歌舞伎揚げは買うだろうとかって言ったり。どうするビール飲んじゃういや、俺、俺、ちょ、この後仕事だからノーマルにするわ、みたいなこと言いながら。で、俺はもうちょ、っとタケノコの砂糖買ってさ、タケノコの葉の人間だから。<laughs> で、デパ地下とか、デパ地下とかじゃないよ。コンビニなんだったら、あの、2軒回ったから。<laughs> 48歳のおっさん4人が、コンビニを回って、で、あの、氷結とか買って <laughs>、とか買って、 で離れに行ってで、えー、そのジャンタクのとこに座ったわけよ。なんだけど今のジャンタクって俺たちがやってた十何年前とは全然違うんだね。そのまあもちん全自動で配牌されるのもあるんだけど点数棒とかもカウントしてくれるんですね勝手に。多分マグネットかなんかセンサーについててって「あそうなんだ」なんて話し合って「じゃあやってみる?」って言ったんだけど。あの麻雀って最初に えー、どこに座るかを決めるわけ。で、その後、どこに座るかを決めてから、サイコロを振って、親、ひまんのね。親、トンナンシャーペーで、親が持ち回りで、親は、なんか上がると1.5倍とかなんだね。うん。で、ね、その親が持ち回って、親がトンナンシャーペーって4人回り終わると、えー、なんつうの一一曲終わるって感じ で、それが、えー、二回、トンバとナンバっていう二回やるとハンチャンって言われるもので、それがまあ普通に、いわゆるハンチャっていうのがみんなでやるような。それで、まあ一、2二時間二時間ぐらいかかるのかなっていうことなんだけど、その、最初の親を決めるのと席を決めるのな、なんだ、何で決めてたか全く覚えてなくて。 覚えてない。な、その、じゃんけんなんじゃないかって言ってたんだけど、じゃんけんで決めた記憶あるって言って、じゃんけんだったっけとか、じゃんけんでいいじゃんとかって言って,ってらたんだけど、結局そこでネットで調べたら、麻雀を始めるあたり最初に座る場所は、トンナンシャーペーのハイがあるのね。それを裏返しておいて、それをば引いて、その場所が決まると。で、トンナンシャーペーって座る場所決まって、最初にトーンを引いた人がサイコロを2回やると、 えー、サイコロがなんか、こう、えーん、5だったら自分のところが5。要は1,2,3,4,5って言って自分が5っていうので親が決まるみたいなことらしいんだけど、もう俺たち座ってさ、ビール飲み始めちゃったから、場所決めは良くねっつって。だって俺、命名のお菓子置いちゃったしっ、つって。俺、歌舞伎揚げ置いちゃったし、佐久間だってほら、あの、タケノコのんと食い始めちゃってるじゃんっっ、まあだから、まあ場所はいいか、っつって。 で、サイコロ2回振るんでしょって,言って。で、あとこの親の札みたいなのがのね。とん、東って書いてあるやつ。親の札が、あの、俺たちはもう勝手に、これが親っていう証拠だからこれを回すんだっけっていうふうに。で、最初、俺、あの、別に安坂のところに置いて、で、あの、練習しながらこれ回していくんだと、いや、これ回した記憶ねえんだよなって。<laughs> この置きっぱなしじゃねえと、何、誰で終わりかわかんなくないとかっていう。これ、だから、どう、うん。じゃあもう一回、 もうちょと点数も全くカウントしないで、あのー、<laughs> もう何にもわかんない状態でストリートファイトみたいな状態だけど、とりあえず勘を取り戻すだけでやってみようって言って、で、ね、え、で、点数問題どうなったのって言われたら、その安倍が、さこ,のこのアプリがあるんですよって言って、えー、AR でカメラに映すと、自分の手、上がった人の手配と、えー、上がり、上がった時の配。 ツモとかロンとかだ。それ当たりとかっていう範囲あるじゃん。と、えー、それ以外の範囲を、この枠の中に進めて1枚で写真撮ると、点数計算してくれるアプリがあるんです、もう。ってうあ、そんなあんのだ、これが、全員入れてください。これが使えたら、えー、旅行に行けます、我々は。うん。これ友達、友一っていうすごい詳しい奴がいたんだけど、友一がいなくても、麻雀ができます。だから友一がいなくてもできるかどうか今日試してみましょう、って,言って。で、わかりました、つって。 で、じゃあ最初の親やさかねで、サイコロ振って、これどの山から飛んだっけっ <laughs> <laughs> これどの山から飛んだっけって言って、やってたんだよ。やってた。いや、そんな詳しくはやってないよ。でも、その十何年前、<laughs> 20代の頃とかは、だって、4人で、その友一も入れてない、4人で熱海にマージャンするためだけの旅行とかに行ってたぐらい、仲良くやってたメンバーなんだけど、誰も覚えてない。友一だけ詳しかったんだけど、でその全然詳しくないから。 で、ドラって、その、取るじゃん、その、2個先だっけ、3個先だっけ、つってどっちでもよくねって話しちゃた。<laughs> どっちでもよくはねえだろって思いながら、<laughs> まあいいかって思いながらやってて、で、スタートしたんだけど、なんかね、やりにくいの。えー、俺たち、久しぶりだからやりにくいのかなと思ったら、まあ、えー、素人だから、最初素人だと、もう、泣くっていうことす泣くっていうのは、えー、まあ、たポンとか、あの、チーとかなんだけど、麻雀って、 この、三つの牌で一面つって言われるのね。一面つで、それが、えー、一、二、三って数字が揃ったり、もしくは、同じ三、三、三とか、あのー、なったらそれが一つのやつになるんだけど、その、あんこっていうのかなうん。まあ、とかになるんだけど、その、その中の、その三つ揃っただけで役になるって肺があるのね。えー、チュンとか、あ、は、は、は、とかね。だからそれは、他人が捨てた時点で自分が二つあったら、三つ、ポンって言うとそれもらえるわけ。 で、そうすると、それを、ええー、自分のいらない範囲を捨てると、そこから、あの、積も、積もる人たちが飛ばされてって、また回るみたいなルールがあって、それは上がりやすいのよ。だから、そればっかやってんだけど、その度に手が当たんのね。なんか、チーとかって言って、チーですってって、俺がチーって、あ、チーって1、2、3とか数字が並んだやつで、それは、隣の、自分の前に積もった人からしか、泣けないわけ。で、俺泣くと、 手が当たんのよ。で、痛ぇなと思ってて。なんでこんな、右手当たったっけなと思ってる時に、あれと思って。俺たち逆の順でやってないっていう。左回りじゃなかったっていう、その、反時計回りだったような気がするって俺が疑問を提したの。今時計回りにやってるから、俺右手当たるんだよと。やさかに。俺こんな、毎回泣くたびに手が痛いえな、みたいな。その、右、いや、そんなことなかったんだけど、みたいなことを。 言ってたら、えー、そんなことないじゃん。だいたい何でも時計回りじゃないみたいな。時計回りだって、えー、半時計回りじゃないで、その、麻雀の、その、知識みたいなやつをネットで調べても、そんな社法的なこと書いてないんだよ。<laughs> 麻雀が時計回りだったか、半時計回りだったかなんか書いてなくて。 ってさえ、ちょっと酔ってたやつ。誰だ高橋かなわかんないけど。え、これ泣くたび変わんじゃないその、<laughs> みたいな。<laughs> あれ、どっちかに変わんじゃない <laughs> いや、それはうのじゃないっていう、その、それはうのじゃない <laughs> で、結局、う時計回りじゃ、だ、じゃああれかもしれないがら、半時計回りでやってみようって言って。半時計回りで軽くやってみたら、あ、こっちの方がやりやすいから、絶対半時計回りだよじゃあ僕一回やり直そうって,って。 半時計回りでやり直さなきゃダメだ、これは。ああ、このやつはな、なしってって、で、えー、全自動じゃんただから、えっ、ー、と、その、次の灰が切られた状態で上がってくる。な、そのボタン押すと。そのボタン押すと、バコンって、なんか、えー、中央のところが開いて、そこに使い終わった灰を入れる。のね。で、入れ終わってボタンを押すと、新しい灰がウィーンターになってくるわけ。だからその自分たちで手積みって言われるいや、ね、やんなくていいんだけど、それが、 あの、初めてだから、で、途中で終わっちゃったから、まだいろんな状態なのに、あの、バコンと押して、間違ってもう一回押しちゃったのよ。そしたら、自分たちの使ってる範囲がなくなってないのに、下から上がってきたの。わかるあの、ボーリングのピンがなくなってないのに、新しいボーリングのピンが降りてくる状態だったの。<laughs> で、そうなると、本当は、俺たちは一回全部ストップして、この場所にあっちゃいけない前の範囲を、 無理やりは、はっ、は蓋開けて、し全部す、す、捨ててから、やんなきゃいけなかったんだけど、テンパっちゃったから、その、俺がまた2回押しちゃったの。そしたら完全にガキ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 ガってキガ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 キったガキ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 ガ 恥ずかしいだろ <laughs> なごめんなと。ごめんな <laughs> めんな個室でよかっただろ <laughs> って <laughs>。で、店員さん呼んで。で、店員さん呼んで上がっ。店員さん呼んでもう一回やり直したで、やり直してごめんなさいって言いながらもう一曲始めたんね。もう一曲始めたときに、今度、その、俺のところに起きたのが、あの、異常なハイパイの良さが、っていう。でね、何が、うんとね、えー、チュン3枚、ハク2枚。 えー、初一枚かなこれは、チューンっていうのはそれだけで上がれるやつ。チューンって書いてある。で、白って何も書いてなくて、で、初ってのは初っていう字なんだけど、それはそれ単体で上がれるやつなんだけど、それが三つ揃うのは役満って言われるやつなんですよ。大三元って言われる役満で、てやつなんしかも俺親なんですね。で、それになったから、あの、え、これ、すごい手配がいいなってなって。で、えー、 普通に引いたら、次のやつ引いたら、今度、は、あの、初が、あ、白がもう一枚来た。で、え、チュン三枚、白二枚、ツ二枚になったのね。で、えー、次のやつ切ったら、この、あ、他のメンツのやつが、あの、その、は、初とチュンのやつが、以外のやつが揃って、いわゆる大三元が、天ンしたんですよ。テっていうのは、もう、次、積もれるかあ、ローンすると、 えー、上がれる、あ、じゃ、で、初がもう一枚場に出て、俺がポンしたら、初だけ泣いてる状態で、第三元、役満がテンしたんですよ。急に。まじま、ちゃんとやった一発目に、俺、役満テンパしたのね。で、その上がり牌が、当たり牌が白か、えー、別に4ピンってやつなんだけど、白で来ると第三元で、それが、その、場に出てないから、絶対上がれるじゃん。ってで、ドキドキしながら。 俺上がった時のこと考えてて。上がった時のこと考えてたら、その、やっぱ世に出るようになったり、表に出る仕事になったから佐久間持ってるよなって言われたり。うん。佐久間って昔からそういうスター性あったよなって言われたり。<laughs> っていうのが思い描いたまま、その、待ってたら、八坂が、あ、ロンあごめん、休めてごめん。あの、とんのみって言って上がったんだよ結局上がれなかった。 上がれなかったら、俺が、うわーって思ったの。言ったら、え、何って、見してよって,って。見せたら、大三元転廃して。そしたら友達たちが、うわーって言った後、ヤサカが、これ、佐久間さん、一応写真撮っとけよ。っていや、上がってないはんで写真撮ってもしょうがねえだろ、ってっ。いやいや、写真、一応こんなことないから、撮っとけよ、って言った後、高橋が、上がったことにしていいぞ、って。うん、どういうことつって。 ラジオで話したいだろ俺たちマージャンやってさ、上がってないとネタになんないだろ写真撮って、上がった範囲も置いてやるから、これ写真撮っとけ、つってっ。上がった風の写真も撮っていいよ、つってっ。俺たちしかわかんないんだから。俺たちしか見てないから、俺たちさえ黙ってれば、お前役満上がったことになるぞ、つってっ。そうするとさ、トークになるだろうってっいや、お前なめんなよ、つってっ。 俺、そんな作り方でトークやってきてねえぞっ,って。<laughs> <laughs> トーク前提で動くなよって。でもトークにしていいぞ。ただな、あのな、これな、日時ずらして話してもらわないと。俺たちもやっぱ、仕事ごまかしてここにってて。<laughs> <laughs> <laughs> って言って、あのー、いろいろ考えたんです。今日までね。仕事ずらしたから実はこのね、マージャンって結構前の話なんですよ。それからずっと考えてきて。 俺ね、大上がりましたあとですね、マージャン旅行にもう行ってるかもしれないけど、行ってないかもしれないけど、行ってるかもしれない <laughs>。 えー、佐久間です。えー、パストライブスは、えー、海外移住のため離れ離れになった韓国人の、韓国系アメリカ人かな、幼馴染みの二人が24年の時を経てニューヨークで再会するっていう7日間を描いたアメリカ、韓国合作の大人のラブストーリーなんですけど、その子供の頃をちょっと描いて、その後、えー、7年後か、そんな何年後かの二人をちょっとだけ描いて、さらに、えー、24年ぐらい経って大人になったけど、結局離れ離れで、 じょ、成就してなかった二人が再会するっていう、その通日を描いた、えー、話なんですけど、すごく良かったですね。俺はね、今回のアカデミー賞候補の中でも、好みっていう意味では一番。なんかほら、誰でもさ、選ばなかった人生に思いを馳せることはあるじゃないですか。なんか時間は誰にでも平等だけど、あの、あの時こうしてればなみたいなことって思ったじゃないですか。なんか一度きりの人生のかけがえなさと残酷さを、なんか、 この映画のたった2時間の間で人生1回生きた分ぐらい感じさせてくれるこう豊かな映画でですね、最後ほんとね、泣けてきちゃうんですよね。うん。あの男の方が本当にね、情けないんですけどね、情けない分なんか、もうでもまあ結構ね、えいいなと思いますね。あと、えっと、ダウ9万の単独ライブを今やってて、俺見たんですけど、めちゃくちゃ面白いです、今回も。今回は爆発的に面白いやつって、 と、あとは、その、こじらしてんなってネタと、なんか両方あるので、なんかすごいバラエティ豊かで楽しめたし、あの、ま、120分くらいで終わりますし、配信もあるんでね、ぜひ。えー、ラジオネーム今岡、座る順番をサイコロで決めて、大量の小さいやつを集めたり捨てたり、手に取る順番まで厳しく縛られて、そのゲーム本当に面白いの。<laughs> おい、オープンワールドになれやがってよ オープンワールド世代がよ。ラジオネームションタ。チュンあんこハツ焼き鳥 <laughs> <laughs> ラジオネームクロパン。僕は麻雀がやったことがないので、先ほどの佐久間さんの話、クラスメイトがマジック・ザ・ギャザリングの話で盛り上がってるのを聞いてるみたいでした。あれルールマジ難しいんですよね。<laughs> お、待てよ。お前ら俺がやらないよ。パチンコだけはあんなに盛り上がって。<laughs> 俺がちょっとだけ久しぶりに教えてもらって、ルールが分かる状態になった麻雀には全然取ってこないっておかしくない俺君らのパチンコに付き合ってんだぜやったことないのにパチンコパチスロー。<laughs> なのに俺のちょっと話が分かるようになってきて、今一番ちょっと、ああ、なるほどねって分かってる麻雀だけは、もうリスナーが冷たすぎるっていう、どういうことなんだよ。頼むよ。 えー、愛知県ラジオネーム、補福全身少佐。え再来週のスペシャルウィーク、佐久間さんのゴキダウン仲間が来るんですかいや、違うね。俺ゴキドウじゃねえから。<laughs> あっちバキドウ、俺ゴキドウじゃねえんだから別に。ゴキドウじゃないよ。<laughs> ダウンは来てるけどね、お互いね。バキドウは、あの、あの何、ダウンベストみたいなやつで、出ちゃったから、あれがユニフォームみたいで、春日のベストみたいになっちゃって。<laughs> 夏でも歩きてんのかわいそうなんだけど。<laughs> 違う、バッキドウとゴキドウとお送りするんじゃないんだから。東京都ラジオネームジャイアントアツヒコ。<laughs> 春と飛行機の土岡さんは疲れてる時に YouTube で光や音が流れてる動画を見て自分の意識をこの世から離れるように宇宙に飛ばす感覚を得ているそうです。つまり合法的に脳内で麻薬の錯覚をやってる人です。あー、脳内麻薬出せる人なんだ。いるよな、たまにな。 あだからもうサウナとかにも入らず整うことができるタイプの人でしょ怖いなぁ。深夜に話したくないなぁ。<laughs> えー、ラジオネーム15の夜盗んだバイクでどうしよう。ゲストに来る春と飛行機ですが、本当に土岡さんがやばいです。それは春と飛行機のコンビ結成時のエピソードからも見て取れます。それはグンピーの芸名を飯島春彦にして、本名と全く関係ない名前を付けられて、自我が、自我が崩壊する様を見ようとしていました。それを拒否された土岡はおとなしく引き下がり、初めてのライブ当日にコンビ名を春と飛行機にしたことを報告し、さらにこのコンビ名を略すと春彦。飯島春 ルヒコになることばっかりりししていまた怖レクター博士じゃんもう。<laughs> 土岡怖いなそうなんだどんどん怖いエピソード出てくるわあ。続きましてテーマ名ですね。ラジオネーム群馬のダムを。 僕が新調したものは包丁です。仕事や家で料理をするのですが、奮発して今まで憧れてた職人さんの包丁を買うことにしました。買ってから1ヶ月ぐらいは毎日眺めたりしていたのですが、いざ使ってみたら、こんな切れ味がいい刃物が存在したのか、今まで自分はどれだけ無駄な力を使っていたんだ、となりました。あまりに感動して、出羽包丁と泣きり包丁も追加で注文してしまいました。へぇー。 そうなんだ。憧れてじゃ職人さんの包丁買うってちょっといいっすね。なんかね、料理するきっかけってそんなとこから始まったりするからね。あ、そんなに切れ味が違うんだ。ああ、ちょっといいですね。これはいい買い物じゃないでしょうか。えっいや、うーん、普通のやつだな。なんかね、特に子供がいた時はあんまり切れ味がいいのをの怖くて、っていうのもあって、なんだけど、 でも、その切れ味が悪いって考えたことないな。あ、でもね、一時期トイで使ってて、結局、それで切れ味が悪くなって買い替えたんだかな。去年かおととしぐらいに。妻が買い替えてました。実は切れる方が安全って言うよね。うん。あのー、うんって力入れなくて済むからね。それはそう言ういう言う言う。うん。えー、あ、そういえば確かに包丁買い替えた時期に、なんか、 あの、家で刺身がたくさん出てきた時期があったな <laughs>。あれ多分妻が <laughs> 切るのが楽しくなっちゃう時期だ。多分よく考えたら <laughs> <laughs>、えー。えラジオネーム群馬のダムを僕が新しく買ったものは新居のカーテンです。自分を信じて手で長さを測りお店に行きました <laughs>。<laughs> 絶対無理だよ。絶対無理だって。だって今さ、iPhone とかでさ、だってスケールの測れるじゃん。 店員さんに本当に大丈夫ですかと言われたので、大丈夫です。自分を信じますと答えました。家に帰りワクワクドキドキしながらカーテンをつけたら、約35センチほど短くて腰を抜かしました。遮光カーテンなのですが、長さが足りず毎朝とんでもない朝日が僕を起こしてくれます。今度からは少しだけ自分のことを疑うようにします。うーわ、わかる。絶対信じられないけどね。あと、その、ぼ、ぼ あの、我が家は、あの、子供が大きくなるにつれて、マンション内で引っ越ししたんですよ。マンション内で、どうせ、あの、子供の部屋が必要なのって6年ぐらいかなとかと思って、マンション内で引っ越したから、カーテンを買い換えるのがめんどくさくて、その、妻の寝室というか、まあ、俺が今まで使ってた、ギリギリまで使ってたところが、そこだけ30センチぐらい足りないです <laughs>。いや、でも間取りが違うから、うん。 なん、だから他のやつをなんか、ここはここに持ってったらあったみたいなのがあったんだけど、一個だけどうしても足りないところがあって、横が短くて、縦が折り返してるっていう状態のが、一個の出窓のカーテンがね、それだけちょっとあるんだよな。うん、では、明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘えらぶれた。えー、さあ、一枚目です。えー、東京都荒川区ラジオネーム、三下りパン。 新生活を迎える入居当日に未来の自分への手紙を書き、数年後退居の際に渡してもらえる不動産屋の企画、この部屋と未来へ、お部屋を預けるので手紙を預かります。ああ、タイムカプセルね。タイムカプセルの部屋版みたいなことああ、これはでもすごいいいけど、残酷でもあるよね。 新しいところに越した時って夢も持ってるわけだから。何にも変わってない状況の時もあるし、もしかしたら、夢破れて実家に帰る時に開ける可能性もあるから、あ、でもこれはいいドキュメントになるんじゃないですかね、もしかしたら。ああ、いいですね、これ。え東京都ラジオネーム、猫背ファミリー。運が良ければぴったりのものがゲットできる。カーテン福袋 <laughs>。絶対ダメだよ。 いや、カーテンは本当に。<laughs> さっきのやつだ。さっきのやつだろ。<laughs> 送ってきたの。<laughs> まあ結局カーテンなんだよな。カーテンって買い換えるのもなって思うじゃん。ラジオネームテントウムシ。都内の大学に通っていると言っていたが、実は学部によって異なり、埼玉にある校舎に通っていることが、地元の友達に4年間バレずに過ごせるかを競う企画。立教大学、ニーザキャンパスチャレンジー。<laughs> 新座 <laughs> か新座、ニーザまあまあ遠いもんね。うん。あのー、うんと、1回目のインシデンツって、新座にあるスタジオで撮ってたのね。新座にあるスタジオじゃないと、ずっとセットを置けなくて。あの、都内だと、あの、かすぐうう出なきゃいけなかったから、新座に通ってたけど、まあまあとかったけど新、ね、座ね。うん。早稲田はキャンパスずっと一緒。あ、あの、早稲田はずっと一緒だけど、 えっと、あれがある。だからその、人家が所沢とか、人人間科学部かなが所沢とかある。慶応が日吉と三田だよね。で、三田にいられるのが2年だけとかなんだよね。うん、だからみんな一人ぐらいどこに住むかって悩むって言ってたもんね。うん、<laughs> 東京都、ラジオネーム、どうにもならんよ。今日は定時で上がらせてもらいました。 まだ明るいオフィス街を散歩しながらスマホでパシャリ、春の風に背中を押されたような社会心初日。この不思議な感覚はいつまでも忘れずにいたいな、という新入社員の SNS 投稿を見かけて、この子を本格的に業務が始まったら辞めそうだな、と不安がある、人人。わかる。わかるな。配属前にポエム書く人は、 どっちかだね。あの、夢と現実が違うよってタイプもそうだし、なんか悪いことがあったら全部書くな <laughs> SNS にこのタイプの新人は。っていう、両方両方あるんだよなうん、ある。うーん、SNS は怖いですよ、本当一時期、まあ、もうどの番組とも言わない、もう七、八年前かな。七、八年前の時に、一瞬だけついた AD さんが、ずっと裏垢を持ってて、 で裏垢を持ってるっていうのを他の AD さんから聞いたんだけど、ああ、じゃあ俺たち悪口言われたりしてんのかなと思って、嫌だなと思ってたの女性の AD さんだったんだけど、そのふわっとしか言わないよ。ふわっと言わしかないんだけど、裏垢で書いてたことが、俺と編集してる人も時で雑木もたよ、ずっと。オペレーターさん、かっこいいな、やりてえって言われた。<laughs> <laughs> エロ垢だったんだよ。<laughs> もちろん名前も出してないよ。名前も出してないんだけど、<laughs> エロアカだったっていう <laughs>。俺たちは見たくない、見たくない。だって俺絶対ディレクターとかの悪口書いてるでしょ。あ、違うんですよ、違うんですって。一回見ますって見たら、完全なエロアカだったっていう <laughs>、えー。え富山県ラジオネーム、ヤナトラマン。新入社員が初めて仕事に取り組む様子から始まり、上司や同僚とコミュニケーションを取りながら仕事の内容やルールを覚え、だんだんとサボり方を習得していく様子を描いたドキュメンタリー番組。 サボり方のすすめ。ああ、なるほどね。これはどっちに転ぶかわかんないけど、これがエスカレートしたら本当に嫌だけど、でも多少このぐらいのさ、サボり方を覚えてくれたり方が楽だよね。ちょっと潰れないしね。ちょっと大変な仕事振っても、まあバランスやってくれるよねと思うけど、真面目すぎる人にはさ、100の仕事を120でやっちゃうと潰れちゃうから、あ、じゃあこの子には絶対50ぐらいでやった方がいいなと思うけど、あのー <laughs>、 サボり方のすすめで、あの、ちょっと気をつけてほしいのは、まあ、どの番組とは言わないけど、俺も、その、ある番組やってるときに、制作会社の AD から、その、沢田さん、ホニャララさん、曲の AD さんなんだけど、えー、赤坂で、昼間からパチンコ売ってますってれでえ、編集だったんじゃないのみたいな。いや、パチンコは出ましたね。あの、なんか、ただうかつなのか、うちの制作会社の向かいのパチンコ屋で売ってるんですよ、って。ってこともあったね。うん。 えー、兵庫県ラジオネーム、電信貝柱。かな、かな棒重いから、部長がいない日は金属バットでいいよ。と、この地獄で楽をするコツを教えてくれる、先輩鬼 <laughs> <laughs> な。部長ってなんだよ。あ、重いんだな。あ棒は、こ棒の重いやつ金、金属のやつは重いから。金属バットって軽いからね。<laughs> 教えてくれるんだな。<laughs> えー、三重県ラジオネーム、緑のプレデター。 社会人一年目。上京したてで右も左もわからないはずなのに。歌舞伎町だけは迷わず歩ける。竜がごとくプレイヤー。カムロ町とね、蒼天堀ね。俺、だって大阪そうだったもんね。だっていう。あの、大阪、あの、ロケでは何回か行ってたけど、そんな、道頓堀そんな歩かないけど、いつからか道頓堀がわかる。わかるぞってなって。あ、蒼天堀だってなったもんね。一時期から迷わなくなったから。うん。 ああ、わかるわ。えー、神奈川県、ラジオネーム、ロックなコック。これ使えるな、役に立つな、と思い、保存はするものの、新生活が始まると存在すら忘れてしまう、ライフハック動画。ああ、わかる俺も2023年、これ買ったものよ、これ買ってよかったもの、リールみたいなやつ、保存めちゃくちゃしてるけど、一個も買ってない。ああ、わかるわー。 神奈川県ラジオネームカンガルーアウト。社会人になって使う機会のなくなった学生時代のカバンは、自分の両親はどんなキーホルダーやステッカーをつけていたのか、当時のカバンを再現して子供と思い出を語っていく番組。俺の親父、石川リカ好きだったんだ。うーわ、いいね、これ。これ、いいね。ああ、ちょっと興味あるな。ああ、確かに、俺の妹高校時代か。 川口義勝のポスター貼ってたもんな。うん。川口義勝選手は俺と同い年だね。だから2歳年上ぐらいだから、高校選手権で活躍して、J リーガーになって日本代表選手になったぐらいの、あのルックスの時の川口選手のポスター。貼ってたもんね。多分、でもサッカーマガジンに買ってないから、明星とかそれで川口さんが特集されてた頃だと思うんだよね。ああ。だそういうのあるからねああ。ちょっといいじゃないですか。ということで、今週は以上。 今週のベスト企画メール、なん、何かなーああ、でもね、結構ね、今回は一番最初のこのまともなやつの企画がすごい良かったと思います。えー、新生活を迎える入居当日に未来への自分の手紙を書き数年後退居の際に渡してもらえる不動産屋さんの企画。この部屋と未来へお部屋を預けるので手紙を預かります。ラジオネーム、三下りパン。えー、お送りします。 このベスト企画を使用した明治とのコラボ X キャンペーンも行っております。詳しくは番組 X をご確認ください。そしてコーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に、今週は変わらない美味しさの板チョコ4種類セットをプレゼント。 ミルクチョコレート、ブラックチョコレート、ハイミルクチョコレート、ホワイトチョコレートをセットにしてプレゼントします。YouTube チャンネル日本放送 TV でアーカイブ配信中の明治プレゼンツ、お疲れ様、ま、です。ラフラフの新生活もちょこっと一息でも。 歴史あるミルクチョコレートの魅力をたっぷりお届けしています。ぜひご覧ください。商品の到着には1ヶ月ほどお時間をいただく可能性があります。ご了承ください。さて、来週のテーマは、歓迎会です。明治のチョコのプレゼントもあります。企画書をお待ちしております。受付メールアドレスは、さくまアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にラブレターと書いて送ってください。えー、はい。 ラジオチャンピオン東京都ラジオネームにくダリパ弊社の社員証長すぎておしっこかかっちゃうよ佐久間信之のオールライト日本ゼロ佐久間です、えー、メールを紹介していきましょうラジオネームピーチ太郎 たまにはマージャンの話させろと主張する佐久間さんを聞いてこっちは三国知らないって言ってんのにお前どっちかっていうと劉備タイプだよなーとか言ってくる同級生いたなーって思い出しました一生いやだからこっちは聞いてるわけよパチンコオカルトの話をパチンコやったことないのにまあまあもう本当にあに、のー、ちゃんと話せるようになってきたそろそろ <laughs> そう三国志の話はまあね うん、世代によってはね、まあまあ、もう全く知らないもいるでしょうけど、えー。福島県いわき市、ラジオネーム12ベイダー。マジック・ザ・ギャザリングの単語を並べます。パワー、タフネス、土地、アーティファクト、エンチャント、プレインズ・ウォーカー、アンタップ、アップ・キープ、マージャンの話をされた私たちの気持ち、わかりましたか <laughs> <laughs> いや、俺解説しながらやったじゃん。あの、つたない知識で。<laughs> そんなに <laughs> そんなになったええー。ラジオネーム、父は公務員。僕はパチンコもマージャーもわからないので、遊戯王で例えてほしいです。海物語のサムは、伝説のフィッシャーマン。ポンでなくは、墓地からカードを復活させる死者蘇生ってことで合ってますか <laughs> 死者蘇生って、一回の時に何回もやるかな死者蘇生。やるあと死者蘇生がどのぐらいなのかわかんないんだよな。 えー、ラジオネームタイマイパチと麻雀、どちらも運要素の高いゲームですが、パチはその運を操作できます。運の操作方法は佐久間さんももうお分かりかと思います。一方、麻雀は運を操作できません。つまり、ただの運ゲーです。<laughs> おい、忍び込ましてきたな、オカルト。 運を操作できますっていう時点でなんかこう、冷えたものが流れたとここに。<laughs> 運操作なんかできないんだよ。できないからな。<laughs> あと、どうするだって俺この後、まだ行ってないかもしれないからあれだけど、その麻雀旅行の話もあるかもしれない。<笑><笑>行ってないかもしれないし、行ってるかもしれないし、わかんないんだけど、麻雀旅行の話もあるかもしれないんだから。<laughs> えー、テーマメールですね。 えー、滋賀県ラジオネーム傍聴ステーション。25歳実家暮らしです。今までインターネット回線を家に引っ張っていなかったため、スマホしかインターネットは繋がらず、パソコンはワード、エクセル、ソリティアしか使っていませんでした。そのパソコンにインターネットを繋ぐと、今まで溜まっていたソフトウェアアップデートが急に始まってしまい、パソコンが使えなくなってしまいました。僕のノートパソコンは修理に出した方がいいのでしょうかああ なるほど。でも25歳でパソコンワードエクセルソリティアしか使ってない人なかなか、なかなか珍しいよね。で、そのパソコンにインターネットっていう今までとソフトウェアアップデートで、え、ソフトウェアアップデートそんなにたまることあるうん。単純にもしかしたらずっと古く使ってたからパソコンのスペックが古いっていうのもあるかもしんないけどね。うん。ノートパソコン修理に出した方が、え、ソフトウェアで修理に出すってあんまりないよね。 そしたらクリーンインストールし直すんじゃないの多分きっと。まあ、あわかんないけど、まあ、リスナーの、その、話も聞いてみたいが、でも多分セーフ、なんか、セーフ再起動みたいなやつで一回クリーンインストールし直して、それでアップデート必要なやつだけ、まず少なくとも、あの、OS だけアップデートするみたいなことじゃないきっと。多分そういうことじゃないかなと思います。うん。えー、引き続きメールをお待ちしております。 えー、受付メールアドレスはさくまットマーールナイトニンポンドットコムです。ここで一曲、斉藤和義でウェディングソング。